董卓様、いいんですかい。指揮官の長恩様はじめ他の官軍はすでに戦っていますが。ふん、やらせておけばよいではないか。そうよ、奴らが疲れるまで戦わせておく。それで最後におじい様が美味しいところを持っていくのよ。おお、さすがは可愛い姫じゃ。わしの考えることをよく分かっておるの。当然だわ。ねえおじい様、関水ってどんなやつなの？ふん、反乱するしか能のないつまらん男よ。じゃが今回ばかりは見直したぞ。その首を持ってわしを出世させようというのじゃからな。おじい様の役に立とうなんて殊勝な心がけね。ご褒美にとっても残酷に叩きのめしてやらなくっちゃ。もちろんじゃ姫。